社長邸、社長邸、社長邸、シェイチャンティング、1946年5月18日体は、中華民国の政治家、民主進歩党、台北中日経済文化代表どころ中日代表、元行政委員長、首相、中華民国台北市延平区、現、大道区に、官方医の5人兄弟の次男として生まれる、中学時代から、 機械体操に打ち込み、高校時代には台湾省運動会、国体に相当に出場、釣り輪競技で優勝した。台湾大学法律系、法律学科在学中に司法試験に合格し、1972年には文部省、当時小学生として京都大学大学院法学研究科に留学した法哲学専攻。父親が体調を崩したため、 博士課程を単位取得退学した最終学歴は法学修士。国立台湾大学法律系法律学科卒業、京都大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。法学修士、京都大学。1976年11月に帰国後、弁護士となり、ビレー島事件の裁判で、ようよしふみの弁護を担当。これが、 政界入りのきっかけとなり、1981年に、台北市議選に当選し、国民党独裁政権により、野党の結成が禁止された中で、当該編集作家、根芳美会、変根会、当該公共政策研究会、厚生会といった当該団体の創立に関わる。1986年9月28日、当該に団体が集まって、 民主進歩党が結成された際は、透明の提案者となり、公領層案作成にも中心的メンバーとなる。1986年に中華民国立法院選挙に初めて立候補。1989年の選挙で初当選し、立法委員を2期務めた。初の直接選挙で行われた1996年中華民国総統選挙では、 法明あき総統候補とペアで副総統候補として出馬するも落選。しかし、1998年12月の高雄市長選挙で当選し、2000年には民進党主席にも就任。市長との兼任を批判されたため2002年に党主席を退任し、同年の高雄市長選で再選。任期中は下水道整備による河川や水道の水質改善や、 交通インフラや文化建設、史跡保存といった実績を挙げ、市民の支持率は82.6%、2004年12月、高尾市実施、満足度74%、不満度16%、連合法の調査に達した。2005年1月、高尾市長を任期途中で辞任し、陳水編政権の下で4人目となる、行政委員長、首相に就任。 若いと共生の理念を主張し、野党国民党や中国に対話を呼びかけたものの、功を奏せず、2005年12月の統一地方選挙、県、市長選挙で民進党が惨敗した責任を取り、わずか1年足らずで、行政委員長を辞任した。2006年12月の台北市長選挙に出馬したが、国民党公認候補の各龍武氏に敗北。これで、 政治生命は窮地に追い込まれたかに見えたが、2007年3月から始まった次期総統選の党内予備選挙において、総佐田正、旅州連、ユースズと激しい争いとなったが、党員投票トップで公認候補者に指名された。人水平政権の汚職スキャンダルによる逆風の中、2008年、中華民国総統選挙で民進党公認の総統候補となり、 そう、定まさを副総統候補に指名した。明治維新に重ねて、台湾維新をスローガンに掲げ、落選したら政界引退をすると、排水の陣で選挙戦に臨んだが、国民党の場永久候補に220万票余りの大差をつけられ落選した。総統選落選後は、自身が設立した団体である、台湾維新基金会当事長を務めている。年月に、 国民党が独占してきた中国共産党とのパイプを民進党にも築きたいと表明して中華人民共和国を訪問、大き国務院台湾事務弁公室主任や太平国国務委員と相次いで会談し、92教式に代わる憲法閣票を提案した。法中は1994年以来二度目である。 2016年、台北中日経済文化代表どころ、中日代表への就任が明らかになり、4月27日、声明で正式に認める。6月3日、総統府より、任命の総統府令が交付され、6月9日、着任。2000年に、民進党対日友好協会を結成し、初代団長に就任。日本統治時代に、インフラ建設が進み、 日本の教育を受けた父親の影響を受けたと述べるなど日本と相互に利益ある関係になれるを述べている。1972年から約4年間京都大学に留学した際1949年から国民党政権の戒厳令が敷かれた台湾と日本を比較して衝撃を受けた。それを契機に帰国すると台湾の貧困者来の法律相談を受ける弁護士取った。 1979年に国民党政権が反対性運動を弾圧したビレー島事件を受けて政界の道へ入った。2016年6月初頭には義援金を携えた高尾市長らと熊本自身の被災地の熊本県にて台湾を発展した。困った時に助け合える誠実な関係をより強化、死体と相互に助け合える対日関係を後世に引き継ぐために奔走すると、 述べている。2007年12月、総統候補として訪日し、母校の京都大学で、日台関係強化の道と題して講演、日本版、台湾関係法を主張した。尖閣諸島問題については、長魚大、尖閣諸島は、台湾の一部であるとの中華民国としての認識を示す一方、主権当業行権の問題は分けなければならないとして、 主権についての協議を暫定に棚上げすると主張している。台北経済文化代表どころの中日代表起用の際は日本経済新聞や毎日新聞から地日派の重鎮と評された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。